おっと目が覚めました。なんか手首に巻かれとる系やで。あれ誰かが去っていった。そして誰かが去ると、うん、ドアが開いた。はあ、逃げ出してみろとでも言わんばかりに。いやでもね、僕ね操作方法とか何も知らないわけよ、はい、お出ます。大丈夫です。出てる出てる。最初なんでそれは教えてくれますよ。そりゃそうか、はい、カメラ、まあこうなるわな。そうですね。テラセーブの施設だいぶ汚いですね。懐かしいな、こういう汚いトイレ。え、何使ってたの。いやいや違う、昔のバイオによくありそうじゃん。ああそういうことね。なんだ、うん、愛用してたのかと思った。さすがにそれはないぜ。なんか落ちてる。ライトだね。ただのライト。誰か来て。モイラが。お、どこ？モイラタン。え？お、こうか。ビビったビビった。今一瞬何ゾンビかな。一瞬ビビった。ラビビるわな。落ち着け。リベレーションズシリーズってですね、こう日本語。なんですよ、うんうんうん、もちろん設定で英語にもできるんですけど、うん、結構そのプレイしながら英語で字幕って、うん、まあ、確かに追えないっていう人もあるからね。いるんで、そういう場合ね日本語にするとですねすごく分かりやすい、うん、ちなみにですねクレア役はですね、はい、あ、海田優子さんですね。素晴らしいじゃない、俺好きよ。で今の大人のお姉さんですね。そうですね、一緒にいるモイラ・バートンの役はですね、うんうん、藤村あゆみさん、まあ、お二人とも有名な方です。ナイフ発見、重要ですね。お、懐中電灯。ほん、ちょっと待てよ。よし、よし、イエーイ、イエーイ。まあ、ね、なるほど。バイオといえば懐かしいぜ。ね、あ、なんか3の時とかって緊急回避みたいなやつあったじゃん。あったね。敵のモーションに合わせて構えると。今回回避が普通にあってですね、丸ボタンを押してもらうとスティックを押しながら、これで回避になります。おうおうおう。なんでそれを押しながらさらに攻撃みたいな。ほら、アクション性高そうだな。で攻撃とかね。そう、まあ、2人いるんで、うん、1人がこう障害物をどけてる間にもう1人の人に進んでもらって、ははあ、ちゃんと後ろからついてきてるかどうかはあれってことだね、はい、うわこれとっさにこれできるか分かんねえな。まあ、スティックをグッと押し込むとしゃがむんで、うんうん、まあ、このなんていうの、押すっていうのも結構ねシリーズ独特っていうか伝統みたいなのもありますよね。おお、ビビった。おいおいおい、キュッキュッ、あっ、危ねえ。うわ、もうなんかいきなり、そうですね、食らっとるやん。画面が赤くなってしまって、はいはい、罰で。よいしょ。うわ、もう向こうから血が流れてきてるからね。でも割とこうシリーズでもね、うん、こういう2人で協力して進むって、あれ、あ、いいのか切って。ジーナ知り合いみたいですよ。いいのか切って、明らかにヤバいだろう。ああ、びっくりした、獣の目。この人知り合い。誰、ジーナって誰だ。テラセーブの仲間よ。仲間か。仲間ですね。なぜこんなことに。What happened? 何が起こっているんでしょう。ああ、無残な姿に。お、やっと来たで。ちょっとね、ハンドガンでも入ると安心するよね。まあ多少はね。あ、まあ、今ちょっと話にあったんですけど、うん、モイラはちょっと銃に対して苦手意識があるんで、るそう、銃は装備できないんですよ。なるほどね。はい、操作キャラクター切り替え、三角ボタンを押すとですね、うん、キャラクターを切り替えて、さっきモイラ、うん、ライト手に入れたと思うんですけど、うんうん、ライトをこう照らすことができるんですね、はい、で、なんかどっかに今鍵があるんじゃないかって言って、あ、なるほど、モイラで探しましょうと。だから怒ってると光ったりするのかな。落ちる途中で引っかかったのかしら。どっかに引っかかった、いいヒントだね。お、クレア、あ、クレア、あれ銃で撃つってか。だ, ね、だと思った。まあね、そこら辺ね、やっぱちょっとシリーズやってればなんとなくね、まあ、ゲーム的なお約束でもありますからね。おい、なんでないでなんだよおかしいだろ、間違えたんだよ。そういうことにしとくよ。よしよし、はい、ゲット、これで鍵ゲットですよ、ね、はい。なんか、ん、なんか落ちてきてねえか。おい、上から。それ血でしょ。
誰の血だよ本当に。うわおい。あ、しゃがんでますね。よいしょ、よいしょ、俺しゃがんでる？ビビって。スティックを押してもらった方がいいかもな。立ち上がった方がいいかな。あ、でもそう、しゃがんだままでも攻撃できるんで。キックとかしたい、キックとかしたい。あ、噛まれた。うわ、銃を使った方がいいんじゃないかな。ちょっとね、松下くん。いいんだけどさ、はい。おお、ナイス。危ねえ。汚い言葉を使っちゃうとこだったぜ、はい。あと、今、後ろにもう一匹いたよ。嘘つけ。ほらほら、いや、一匹どころじゃなかった。急ごう急ごう急ごう。ああ、ふざけんなよ。階段は攻撃しちゃいかんよね。これ逃げな、逃げた方がいいだろう。早く上がってって言って。上がってる、上がってる。モイラは攻撃食らってますね。どうすればいいのこれ。あ、でも、な、な、いっちゃい、いっちゃい。大丈夫でしょ。これ呼んだりできないのか。うわぁ、登ってくんのこいつら。マジか。おう、マジ勘弁なんすけど。お、オッケー、オッケー、今、R2 で。と。オッケー、イエス。うわぁ、痛い。うわ、だいぶ、だいぶ焦ってる。うわ、これ一回ゲームオーバーになる流れ。ならなくていいよ、別に。そういう気の使い方。あ、いい、さ、行けよ。戻ろう、戻ろう、戻ろう。近く、戻ろう。あとね、回復しといた方がいいと思うよ。そうだな。うん、どうだったっけ。R1 ですね。長押し。リロードして。マイナターン。OK。はい、行きましょう。よしよしよし。あそこにグリーンハーブが。そうね、でもまあ敵も追っかけてきてるから、難しいとこだよね。グリーンハーブを取ったけど、取るね、敵に攻撃されちゃったら危ない。くそ、イエーイ、よし逃げ、逃げた、まあ逃げた方がいいね多分。スーパーいっぱいいるよ。痛い、近っ。そうそうそう、モイラちゃん来てるかしら。うわー、おい、モイラちゃんは来てたっけ。あ、モイラさんじゃなくてこのクリーチャーが来てますよね。クリーチャー来てる。呼んでない呼んでない。あ、来てる来てる、モイラちゃん来てる。怖いな。ただ意外ともうまたね、あ、開けちゃった、扉開けちゃった方がいい。よし、あ、モイラは来てない。モイラ、あ、やばい、これ本当にしんどいぜ。あ、やられた。あ、あ、危ない。回復した方がいいんじゃないの。いや、もう回復したいんだけどさ。あれ、これはまずいんじゃないの。あうわ、結構グロテクスにやられた。先輩すいません、全然下手くそですよ。どうします、 KBJ 先生、もう一回言っていいですか。いいっすよ。あ、もしくは難易度を変えてやるっていうやり方もあるよ。はい、これノーマルにしても結構手応えあるぜ。割とバイオハザード最近銃でひるませて近接とかナイフっていうのが結構弾を節約できるんで、で攻撃して減らしていった方が安全か、もしくはもう全部逃げちゃうか。俺は全部逃げたい派なんだ。そうか、じゃあね、逃げたい派なんだが、ただここ許してくんないんだよね意外とね。一体こいつ倒してた方がいいね、とりあえず。あ、またしゃがんじゃった。はい、オッケー、倒した倒した。あ、真ん中に、中にそう、弾が取っといた方がいいかもしれない。うん、取りつつ、取りつつ、こっちじゃねえだろ。ここじゃないね、早く出た方がいいね。あー、囲まれた。結構ハードだな、囲まれた。これさ、もう一回やり直していいぐらいだよこれ。でもモイラが先行っちゃったから行っちゃった方がいいかもしれない。行っちゃう行っちゃう、脅されなければ。いけるいける、まあいけるで。マジで俺、これマップはねえのかな。マップはね、まあまだ今ないんですよ、ま、行きましょうか。分かってる、走れ走れ。おー、よかったよかった、行けた行けた、走れ走れ。またしゃがんでしまうっていうね。しゃがんじゃうの、いいんじゃない、もう無視しちゃって。じゃあ行くか、こっちか。そうね、四角ボタンを押してリロードしといた方がいいよ、歩きながら。まあそこら辺は結構そのフレキシブルにいろいろやれるんで。確かに、おい、攻撃をかわしてリロードとか。見えてなかった、あー、しかも入っちゃいけないとこ。あ、やばいやばいやばい、逃げたい。あー、これさ、回避ボタンとかあるはずなんだよね。ありますね、さっき教えましたね。はい、とりあえず、あ、いけ、あ、お前が邪魔、モイラが邪魔。本当だね。よし、行こう行こう行こう。すごいこう全力で遊んでる感ある。すごいね、動画になってるよこれ、はい、ショットガンじゃん。ショットガンだこれ、十字ボタンの上と下でパパッと切り替えられるんで、うん、パッパッ。この辺なんかあれだね、ファイブとかとか。そうそう、うん、同じ感じで。え、ねえ、今の何？クレア。いや、こっちのセリフやだ。どんな気持ち？これ恐怖っていうよりもね、もう本当パニックやで。怖え。ねえ、今どんな気持ち？みたいな。おお、
おいおい、コントローラーから聞こえた。マジ勘弁してくれよ。ではできないかな。最悪。あそこにグリーンハーブが見えたよ。本当だ。欲しいね。欲しい。敵がなんかこう出てこないというか、静けさの中にって感じだ、ね。これ取れないのこれ。これ明らかになんか取れそうやんこれ。取りたいね。うん。でも串刺しになってんのこれ。そうですね。うんうんうん。電源。反応ないね。まあ、というわけで電源を探すたびに行く必要がありますね、我々は。オッケー。ちょっと強そうな、でかい敵がいる。明らかに強いよ。はい。カモン。ただですね、倒さなくていいと思いますね。やってね。あ、出血状態。うんうんうん。まあ、今強い攻撃受けたんで、まあ、血が出ちゃったと。くれー。あ、今モイラが使ってくれました、ね。ありがとう。はい。これか。これか。ただ。あぶね。おっと。あ、これさっき言ってたことですね。敵の正面ライトを当て続けると、うんうん、ひるませられるんで。こういうこと？あ、来た。今だ。近づいて。よいしょ。よいしょ。あ、意外と好戦的だな。オッケー。なるほど。あ、で危ない。これがね、危ないんで早く登ってください。大丈夫じゃねえっつう。でですね、気をつけて気をつけて。うん。あの仕掛けが作動してるんで。敵も倒してくれるんですけど、うん、あの俺らも危ないから本当だよね。危ない。ああ倒した。敵が倒した、ね、後ろから、後ろの階段のところから逃げちゃって、ああ行っちゃった。まあいいや。あれ、あーこっちだね。はい、まあもう行っちゃうと、うん、飛び出しから左側、左側に行った方がいいよ、ね、うん、階段がある。そうそう、絵があった。まあここら辺のね、なんかアメリカンジョークもね。いや、おっと、焦ってる焦ってる。あ、いいよ、今、あ、これ、これ、これ決めたかった。オッケーオッケーオッケー。変だ。まあ割とだから、そのコンビプレイって、うん、モイラを使っておいて、うん、モイラでひるませて、で入れ替わって近接っていうのは結構役立つし、もう先生モイラだけでひるませて、うん、ライトでひるませてボコボコにするっていうこともできます。戻ってきた。これで、で電源を、オン。ほいーん。やっとだよ。あったね。どこだっけ。してだよね、うん。だと思った。それでからの扉が開いて。すげえ仕掛けだな、おい。相変わらずだね。ん？うわあ。やばい。ハリアップ。